ターミナルが鳴ったら。今日シフトのメンバー全員揃っていますよ。覚悟を決めた以上、迷いがあってはなりません。ちょうど良い時間での補給です。あなたが？あらまあ、本当にあなたなのですか？よかった、本当にあなたなのですね。ここから聞いて急いできましたが、本当によかった。許しください。まったく相変わらずなのね。それは私ですよ。あんたらの上司が S 級実験体の捕獲作戦に参加してくれって頼んだから、私らが急いでやってきたのよ。わざわざおしゃべりしに来たとでも思ってないでしょうね。店長はユーモアが効いていますね。私はただ護衛が少々得意なので、命令を受けて援護しに来たのです。ターゲットと遭遇したら私のそばから離れないでくださいね。お願いします。あら、その子は？それは大変ね。そうです、超大変です。
猫ちゃんを無事届けたし、お姉さんは先に島に戻って休んでおくわ。店長、気を長くして待ってるわよ。ごめんなさい。私あなたみたいな軟弱そうな男趣味じゃないのよ。もう少し筋肉がついたらまたお話ししましょう。ごめんなさい。私知的な会話が楽しめる男性が好みなの。ちょっと趣味じゃないわね。とても料理の上手な子がいるの。これからその子の料理を食べるからちょっと無理かしら。しつこい男って嫌われるわよ。ここでスマートに引いてくれたら今日はダメでも次の機会があったかもしれないのに。残念ね。マネージャーがスカウトの真似事？後でスカウトの担当者に怒られても知らないわよ。友人に芸能人や芸能関係者も大勢いるのよ。当然これまでにも誘われたわ。だから、わかるでしょ？興味ないの。ごめんなさいね。何がすごいのかわからないわ。それと、盗み聞きは感心しないわよ。よろしい。それ、私が老けているって聞こえるわよ。ちょっと、にやけた顔してどうしたのよ。
笑いすぎよ店長。あんまり笑うなら意地悪しちゃおうかしら。お仕置きよ。頑張って。